last time we left off, trouble is already a brewing. And here, we're going to see what that trouble is about. I believe I need to take a taxi over to the Dojima family headquarters. But I want to see if I can body some first beforehand. I think my objective marker is, in fact, just the taxi. But there's always a taxi waiting at the corner for you to move around. The city. Pardon me, madam. Excuse me, sir. I wish to get in. Here we go. ずいぶん待たしてくれるじゃねえか。偉くなったもんだな、おう、キリュウ。申し訳ありません、クゼの兄貴。こんな昼間から東島組の幹部がガン首揃えてお前を呼び出した理由、わかるよな。カムロ町で見つかった死体の件ですが、やっぱりてめえか。こりゃゴルどころじゃなくなっちまったな。なあクゼの兄貴。お前に取り立てを頼んだ金貸しから組に連絡があってな。金貸し、東郷クレジットの社長だ。あの社長に頼まれて片桐ぶっ殺したのはおめえだろ。もっともあいつは自分のせいじゃねえって早速逃げ打ってやがったかな。たかが30万程度の小銭の取り立てで本職が下手打つとも思っていなかっただろうからな。はっ、ちんけな金貸しとはいえ同情するぜ。まあそんなことはどうでもいい。理由がどうあれ片桐をやっちまったっつうことはどう幕を引くか。だがちょっと待ってください。俺はジタバタすんじゃねえ。安心しろ、片桐ったって相手も借金まみれのクズだ。臭い飯7、8年食えばこたぁ収まる。俺に捕まれたなあ。殺しの方はそれで女将と手打ちするとして、それより問題はあの場所からどう人目をそらすかだが。そうだな。面倒なことをしてくれたもんだ。あの場所ってどういう意味すか。とぼけんじゃねえわ。おめえが死体を捨ててった場所だ。おいゲリア、おめえよりによってなんであの場所でやったんだ。え、まさか風間の頭の指示ってわけじゃねえよな。おやっさんの指示って
なんでおやつの名前が出てくるんすか。聞かれたことだけに答え。なんであの場所を選んだ。カジラの指示じゃねえのか。え？それにチャカはどこで手に入れた。それも頭から渡されたのか。チャカ、一体何の話をしてるんですか。俺は銃なんか持ってません。この後に及んで白を切るつもりってか。見つかった死体は痛めつけられた後、とどめに頭を打たれていた。殺はまだ公表してねえかな。本当ですか、その話。だったら死体転がしたのは俺じゃありません。俺は素手で奴を殴っただけです。本当です。もしその話が本当だとしたら、お前は誰かにはめられたってことになる。そうだな。はい、間違っても俺は銃を撃ったりはしていませんと言ってるが、どうしますか。嘘に決まってんだろ。たくわらやぎしやがって。てめえみてえな下っ端はめて誰が得するってんだ。ああ、キリュウ、もう一度聞くぞ。なんでわざわざあの場所で騒ぎを起こしたんだ。金貸しからの指示だったんです。あの場所に相手を呼び出すから、少し痛い目に遭わせてから金を取り立ててくれって。今言ったこと間違いねえな。ええ、どうやら金貸しから話聞く必要がありそうだな。とはいえ、うちの組があの殺しに関係していたっつうのは事実だ。しかも場所が場所だ。このままじゃあっちの仕事に支障が出ちまう。どうするよ、クゼナ兄貴。答えは一つだろう。何が何だか分かんねえって面だな。ええ、例の死体が見つかったあの場所はな、あそこは通称空の一坪って厄介な土地なんだよ。お前ら下っ端は知らねえかもしれねえけどな、堂島組長から俺ら頭補佐の3人に命令が出てたんだ。どんな手使ってもその殻の一粒を手に入れろとな。殻の一粒。針の穴ほどの隙間もない繁華街に偶然できた一粒の空き地だ。それを親父が欲しがってる。親が欲しがるものを差し出す、それが子分の義務ってわけだ。だがその場所で仇の死体が見つかった。あの土地が世間の目を引いちゃ、地上げしようにも手出しが難しくなっちまう。ほんと困った話さ。ああ、それがおやすさんとどんな関係が。あの一坪にはな、別の意味もあってな。堂島の親父に差し出したやつにはとっておきの褒美が用意されてる。褒美。おう、不在の風間の頭の後、堂島組次期若頭のポストだ。つまりあの土地は俺ら頭補佐にとってただの一坪じゃねえってことだ。
まあ最初はてっきり風間の頭とつながってるお前が俺らの邪魔するためにやったのかと思ってたが、その顔色じゃ何にも知りませんでしたって感じだな。ちょっと待ってください。それじゃ風間のおやっさんは、おやっさんはどうなるんです？さあな。だが組の一大臣に無所にいるようじゃ頭は務まんねえだろ。おまけにだ、ガキの頃から育ててきた可愛い子分が理由はどうあれ仇をぶち殺しちまったとあっちゃきっちりけじめつけねえとな。おやっさんは関係ない。それで俺も殺しはやっていません。そういうことは殺に言え。つってもヤクザの言い分聞くほど連中も暇じゃねえだろうな。殺には今日中に実施しろよ。それと縁故詰めとけや。お前も極道なら組長に挨拶しとかねえと筋が通らねえぞ。Son, what? Come on now. That is some shit right there. It looks like that loan shark set me up. He and I are going to have a talk. Hey. Hey, boy. Oh, you're the old guy from last night? Yeah. Finally. I've been searching for hours. For me? Ugh, you reek of booze. You're wasted. This whole town's one big bar. It was made for drinking. Me and Kamoji-kun here have been at it all night. Phrasing. Yeah, well, glad somebody's having a good morning. Oh! You've got a face more sour than a lemon, boy. What's wrong? I can't promise much, but I'm happy to lend you an ear. I've just got a lot going on right now. Uh-huh. Well, alright. Anyway, I had a favor I wanted to ask you. Yeah? You mentioned you'd been looking for me. Yeah. Actually, wait, sorry, but I don't have the time for any of this right now. I'll see you later. Thanks. I just need you to talk to a couple guys. They'll be here real soon. They'll also be real angry. Ugh, you're not even listening. Why should I take care of your problems? That's a great question. Ask them. They're real eager to talk to you too. Oh hey, speak of the devil. Here they are now. Alright, Gramps, is this the kid? Yes! Yes, sir. My prize pupil. I'm sorry, pupil? Oh! The million yen loan I gave these two deadbeats is way past due. I need it back, and I ain't waiting much longer. Why tell me about it? Wait, you don't expect me to pay, do you? That tip I gave you the other day is worth at least that, no? Besides, the debts of the master are the debts of, you know, you. Huh? Like hell they are, and since when are you my master anyway? I don't really give a shit who you are, and just give me my money before the gentleman behind me gets impatient. Bruno here, he's got a short fuse, especially for stubborn types. For your own sake, I'd pay up for it. Hey, boy. What now? You think you could take big Bruno there in a fight? Couldn't say for sure. Doesn't really matter out of the way because you're not gonna drag me into your problems. Oh, so you think he'd beat you? I didn't say that. Look, if you're trying to bait me, it's not gonna work. It's your debt, you handle it. He's totally getting baited. Yeah, so land down. Can't have you getting spooked over a chump like him. He's bargain bin muscle. Dime a dozen. Bottom of the rat.
racket. What are you even talking about? Huh? Hey, what's with all the whispering, boys? Are you paying, or does this have to get ugly? I told you, this has got nothing to do with me. Yes! Okay, alright, I'll pay you the money. Nice choice. I feel terrible, just terrible, for all the hassle I caused. Tell you what, why don't we make it 2 million? You wanna pay me double? Like I'm gonna buy that. You're drunk off your ass, old man. Oh, I've got the money. Be happy to give it to you. On one condition. Yeah, and what's that? You have your tank back there fight us for. He beats all three of us. The 2 million, yours. We win. We don't have to pay. Huh? Shit, you're not drunk, you're crazy. Bruno's famous around here for busting him. All three of you could rush him at the same time and he'd snap you like twigs. No. Nah, fight's gotta be one on one. Three against one wouldn't be fair. You wanna take him on solo? Well, hell, if you don't mind me taking the money off your corpse, I'm game. You got yourself a deal. Well, that's just lovely. I'll tell you right now, I'm not bailing you out. If you don't want to get hurt, I'd start apologizing now. No. Okay, I'll go first then. Boy. Hey, are you listening? Are you sure you want to do this? You'll be fine. Just a little workout. You just focus on keeping an eye on the action, boy. Watch Kamiji's moves. Kamojis. Seriously? And fight! Ultra Instinct is in the back. That's rad. About a bait. I'm tired. Gotta remember to eat before I do this stuff. Kamoji, what were those moves just now? Actually, forget it. Are you okay? You shouldn't push yourself like that. He's fine. Told you, didn't I? That guy didn't land a single punch on him. No. Hey, you in the coat. Homeless dude. Bruno's barely got a scratch on him. You gonna try to finish the job with those weak-ass punches? Ah, no. Kamoji-kun, you sit this one out. I'm calling around as your dad. Let the kid take it from here. You know what to do, don't you, boy? Yeah, alright. I meant it when I said I wouldn't bail you out. Why don't you come just put me in the mood for a quick round? Phrasing. Right then, on to round 2 of 2 million yen murder parade. Bruno, take it. Do I learn a new fighting Explosion, enemy down, top gear. Nice. What just happened? Bruno barely got a punch in. Just who in the hell are you? Name's Kirin, Dojima family. Which family are you guys with? Whoa, wait. You're a proper Yakuza? Sorry, sir. I didn't know. We just work for Toko Credit. Well, there's a coincidence. I have business with your boss. Need to meet him as soon as possible. You know where he is right now? The president? I figured he'd be at the office at this hour. I see. That's in a building on Taihei Boulevard East, right? I'll pay him a visit. And that takes care of that little debt of ours, right? Yeah, fine. Deal's a deal. Bruno here will have to cover the difference. That's how our kind of debt collection works. Bodied. Free.
It's a tough world, I tell ya. Well, I better get moving. Come on, Bruno, pick it up. Oi. Hey, tell me something. Huh? Oh? Just who are you? Why approach me? What are you after? Yeah. Me? Yes, well, people here call me Bacchus. And I came to you because I had an angry thug on my butt. Yeah, I see you to dump him on me. Look, if you're in some trouble, tell me. And that goes for him too. Those weren't the moves of an amateur. What's his deal? A real steal of a deal is what it is. He's got a gig sweeter than honey. Real fascinating. Should go have a look too, boy. At Komoji's job? But he's homeless, right? How work is he? He's a... what you call him? A fisting artist. Whoa. Whoa. That's not really what I said. Uh-huh. That ain't it. It's a punch-out artist. Yeah. Yeah, that. A punch-out artist. Slip it tongue. Alright, so what's a punch-out artist? The customer pays a fee, then they get to throw as many punches at me as they like. I don't think I follow. There's some new S&M thing. Nah, nothing like that. Come on by and watch. If you got questions, I work in that Shikifuku parking lot. Yes! Komoji-kun here has got plenty to teach you about fighting, my boy. You'll kick yourself. Check it out. Alright, I get the picture. Shikifuku parking lot, right? I'm gonna try to sing live, I think. It's Kiryu, so from the Dojima family. I'll be waiting. See you soon. Well, not takes care of my troubles for today. I suppose I still can't convince you to take on the world? The world? What does that even mean? Are you still trying to recruit me to pro fighting or whatever? It's on there. That's exactly what it means. That potential most men can't even dream about. That world champ title could be yours. Sorry, I'm not some starry-eyed kid who called for that line. If you're looking to scout somebody, keep looking. I'll tell you one thing, boy. You keep living street fight to street fight, and you'll end up with a knife between your ribs in some dark alley. That's no way to go out. You belong in the light, the spotlight, and I can get you under all the brightest ones. What do you say? You and me versus the world. So dead. Yeah, okay. We just move. You're not gonna change your life around unless some old geezer asks you to. I get it. I'll give up. For now. But that doesn't mean I'm giving up for good. You got room to grow like a tree, and I'll keep coaching you along the way. You got skills as a trainer, that much I believe. But I'm really not in the position to be worrying about anybody but myself right now. Sorry, but hey, maybe I'll see you. Alright, boy, just steer clear of dark alleys till then, you hear? No knives in those ribs, or bullets for that matter. Are you trying to jinx me? See you later, Bacchus. The Toko Credit President is in his office on Taihei Boulevard Street. I legit don't think I can buy any weapons here, but then again, I'm Kazuma Kiryu. I don't need weapons. Looks like you can't. Dojima Gumi no Kiryu Kazuma da. Toko Credit no shachou ni ore o hameta rei o ii ni kita. Uchi no shachou wa anta ni au ki wa arimasen yo, Kiryu-san. Chira. Omae ra hangoroshi ni shite au ki ni sasete yaru. この人数相手にあんた一人でか。ああ、こっちはいい加減爆発しそうになってんだ。さっさと道開けねえかチンピラ。Thank you.
What, are you angry at something, homie? I'll take the elevator. I'll also take this. I don't know how to put it away. Okay, well, I just dropped it anyway. Combos, son, and combos. Get this work. Yeah, I'll probably stop looking at that. I'm just curious to see what was there. What? That's it? That's it? Come on. That was barely even a warm up. Shinjirarune. まさかここまでたどり着くかよ。He has a gun. あとはあんただけだ、社長。じっくり話を聞かせてもらう。話？何の話だ？今さらとぼけだって時間の無駄だ。なぜ俺をはめた？あんたの目的は何だ？おい、近づくな！わかった。全部話す。だからちょっと待ってくれ。俺はあんたをはめる気なんてなかった。ただ人から頼まれた通りに動いただけだよ。あんたにあの場所で取り立てさせるようにって。そいつを頼んだのは誰だ？その人は、あ、クゼノ。Of course. Aniki. Masaka. Anta ga ore o? That doesn't surprise me. Nan no hanashi da? Ne, shachou-san. Kiryu. Omae nani yatte nda? Ha? Satsu ni jisshiru yo ni yutta hazu daro. Neboketa koto yatte nja ne zo! ああ、やっぱちょっとなまってんな。現役の頃はガキのしつけなんざ一発で済んだんだがよ。社長さん、ちょっと外してもらえませんか。この若いのに説教しねえとなんねえもんでね。ごゆっくり。What a gentleman. Umezo, sore. Ii kikai da. Omae to wa ichido hara watte hanashite to omotte ta kara yo. Omae to Nishikiyama孤児なんだってな。風間の頭がやってる施設の出なんだろう。確かひまわりとかいう養護施設だ。極道なんてまともに育ったやつの方が少ねえ。孤児だからって恥じる必要はねえぞ。ただな、家
風間の頭もえげつねえ真似をするよな。どういう意味ですか。拾ってきたガキに育てた恩着せてよ。今じゃ立派にあの人の玉よけになってるじゃねえか。おめえと錦山、頭のためなら命も惜しくねえってよ。こういうの洗脳っていうのか。そろそろ本題に入ってもらえませんか、クゼの兄貴。あんたの話はさっぱり先が見えねえ。キリュウ、お前、風間の頭をスパイしろ。何？殻の一粒の話はしたな。それさえ手にすりゃ俺が次の若頭、堂島組の跡目を。だがそのために必要なあの土地のある情報ってやつを檻の中の頭が握ってやがる。ある情報？ああ、お前そいつを頭から探り出せ。うまくやりゃ組での将来を俺が約束している。あの人をまさかお前に裏切られるとは思ってねえからな。構成員2万5千の登場会、その直系堂島組でのし上がったとなりゃ大した出世だ。それに例の殺しの真犯人も渡している。やっぱりあんたが俺をはめたんだな。さあな。ただこの話を蹴りゃおめえは確実に無所行きだ。俺につくか、もう先のねえ風間につくか、好きな方選べ。だが返事は今だ。この場でしろ。クセな兄貴。なんだ。あんた賢いつもりで立ち回ってるんだろうが、全然器じゃねえよ。何？俺のこともおやっさんのこともあんた何も分かっちゃいねえ。ガキが、この俺を敵に回すのか。本当にその覚悟があんだろうな。覚悟ならありますよ。それが極道ってもんでしょうか。Oh, oh shit. Oh, holy crap. Hmm? That's my beeper. It's not a number I recognize. Who is it? Don't recognize the number. It's not his number. That's gotta be Nishki call. Find a payphone. Let's see if I can run into some scrubs here that you're going to do. Payphone. And I'm going to mute my mic again, boys. Hope you enjoyed the cut. もしもし、キリュウだな。錦山だ。ああ、やっぱりお前からの呼び出しだったんだな、錦。お前今どこにいる。風間組の事務所だ。天下一通りの。風間組？なんでお前そんなとこに。今柏木さんと会って話してる。なんかいい知恵貸してもらおうと思ってよ。なんせ柏木さんはあの風間のおやっさんの片腕だ。なるほどな。それよりお前の方はどうだったんだ。もう堂島組の事務所からはとっくに出てるんだろう。ああ、だがいろいろあった。いろいろ？そいつは直接会ってから話す。わかった。なら俺は柏木さんと風間組で待ってるからすぐ来てくれ。実はな、お前も柏木さんの話を聞いといた方が良さそうなんだ。
お前、殻の一つぼって聞いたことあるか？クゼの兄貴からさっき聞かされたばかりだ。どうやら柏木さんは何もかもお見通しらしいな。俺もすぐそっちに向かう。To the Kazuma family office I go. Sorry about that. よう、キリュウ、早かったな。すいません、柏木さん。お手間かけさせるような真似しちまって。どうもみなさん。はい。よく無事だったな。お前が本家から呼び出されたってとこまでは錦山から聞いてる。そっから先何があったかは大方予想がつく。久瀬のおじきあたりが風間を裏切れとでも言ってきたんじゃねえか？ええ、そうです。どういうことなんです？殻の一壺で桐生が死なせたっていう死体は銃で殺されていた。もちろんこいつがそんなことするわけがねえ。つまり誰かにはめられたんだ。たはそれもっと早く言ってくださいよ。俺はもう本当に兄弟が人殺しになっちまったのかと。錦、面倒なことになったな桐生。とにかく久瀬と何があったか全部話せ。なるほど。つまり若頭補佐の三人衆が頭の座を争ってるってわけだ。風間の親父がいないのをいいことにな。冗談じゃねえ。親父さん以外に堂島の頭が務まるかよ。落ち着け錦山。それより久瀬の話に出た殻の一つぼだ。お前らが知ってるのはほんの触りだけだな。柏木さんは詳しくご存知なんすか？ああ、まず今カムロ町のある一帯に大規模な再開発計画があってな、堂島組の例の若頭補佐三人が食い争うように地上げをしてる。それなら聞いてます。権利者バラバラの土地に根こそぎ買い漁ってるって。そいつをまとめ上げてでかく転売する腹でしょう。そうだ。だがその中にどうやっても手に入れられねえたった一坪ばかりの更地があるんだよ。それが殻の一坪。ああ、そいつは最近になって一帯の地上げが8割方終わろうって時に見つかった土地でな。厄介なもんで再開発用地のど真ん中にある。そこが手に入らん限りいくら周りの土地まとめても売り物にならねえ。そんなからくりがあったのか。ところでその一つをまだ誰も手に入れてないんですか？所有者が行方不明らしい。もし今出てくりゃ10億って値になってんだがな。10億？たった一つぼの土地が？ああ、殻の一つぼが欠けりゃ再開発自体がひっくり返る。だが堂島組は周り一帯の地上げにもう100億以上突っ込んでんだ。一つぼ10億だろうが今さら引けやしねえ。クゼはその土地を手に入れるのに必要なある情報を風間のおやすさんが握ってると言っていました。風間のおやすさんの持ってる情報って何です？いや、分からねえ。俺も初耳だ。
でもやっぱり姿消している土地の所有者に関係することでしょうね。何にしてもクセはその情報を親さんから探らせるために桐生をはめたってわけか。ああ、そのために人一人殺してまでな。おめえら今の状況わかるか。桐生は当然として追い詰められてんのは風間の親父も同じだ。桐生が仇殺したってことで封建人の親父もけじめを迫られる。その上クゼが殻の一つぼ手にして若頭になってみろ、奴は親父を必ず組から追い出す。組から追い出す、まさか堂島組の波紋もあり得ると。ああ、親父も無所にいる以上今は何も手が打てねえ。あの親さんが波紋？破門された極道の末路は言わなくてもわかるな。一度上までのし上がった後で底辺の屈辱に耐えられる人間は少ねえ。自殺したホームレスに元極道って肩書きがついてるのは珍しい話じゃない。 でも桐生は実際殺しはやってないんです。こいつの疑いさえ晴らしゃ親さんも破門にはならねえはずでしょう。疑いを晴らすには真犯人を抑える必要がある。そうだ、だがクゼが真犯人を握ってる以上手は出せん。相手は堂島組の幹部だ。この世界で上に噛みつくことは何があっても許されねえ。でもこのままじゃ桐生は無所にぶち込まれるんですよ。俺らがクゼに手を出せば風間の親父は余計立場が悪くなる。その時点で波紋は確実になるな。だったらどうすりゃいいんですか俺たちは。柏木さん、ん？とりあえず俺の濡れ衣も殻の一つぼも後回した。今とにかく俺はおやっさんを守るために動きます。何かいい手があるのか。俺の不始末は俺一人でけじめつけます。おやっさんに責任がいかないようにするにはもうこの手しか残ってねえ。I legit think he might be going to prison for it. Like he's gonna purposely go to prison. 一人でけじめつけるって何する気だ、キリュウ。俺は今日限り堂島組を抜ける。杯返して極道から足を洗う。キリュウ、お前、今回の一件とにかく俺一人の責任としてケリをつけるんだ。その後クゼを捕まえて真犯人の居場所を吐かせ。何言ってんだ、杯もらって3年そこらのヤクザが五体満足で足洗えるわけねえだろ。最悪殺されんぞ。認めたかねえけど今の堂島組仕切ってんのはクゼだ。それを袖にしたお前が組み抜けるっつってあいつが生かしとくと思うか。杯返す先はクゼじゃねえ、堂島組長だ。それにまだ殺されると決まったわけじゃねえ。車回してくれ錦、これから組の事務所に行く。ふざけんなって、お前やけになってるだけじゃねえか。うるせえ。他に手はねえんだ、このまま指くわえて見てるわけにはいかねえ。やめろ桐生、錦山の言ってることは正しい。正しいかどうかなんてどうでもいい。所詮俺は風間のおやっさんについていくために極道になっただけの半端もんです。俺の不始末でおやっさんに迷惑かけるくらいなら俺にも覚悟があります。おめえ舐めたこと言ってんじゃねえぞ。あ、俺の言うことが聞けねえのか。ああ桐生、ええ、
たとえ風間のおやっさんが止めたとしても俺は行きます。こんな許してください柏木さん。錦、車頼む。長い間お世話になりました。This is crazy. Very crazy. Nishiki should be waiting at the car. Oh, through another hour of Yakuza. I appreciate you all, and I will see you.